このカラーは本当にいい。皆さんこんにちは、チェイです。今日はこちら、ほい、こちらはですね、母の日にプレゼントしたら喜ばれるんじゃないかなと思われる商品たちです。気になる方は最後までご覧ください。最後にプレゼント企画があります。気になる方は最後までご覧ください。どうぞ。まずはですね、こちらもう私がつけてるものなんですけれども、今月も今月のアナルイーザをやっていこうと思います。でね、今回はあのね、お母さんたち可愛いんじゃないかなっていう商品を2つ提案させていただきました。まず1つ目はこちら。こちらの商品はキノコマーブルブルーっていう商品です。以前こちらのね、ミニサイズを紹介させていただいたんだけれども、今回はね、シンプルなルックをしてる時にもすごくね、目立っておしゃれになりやすいこの大きい方を選ばせていただきました。アナルイーザの商品については前回の動画でね、詳しく説明させていただいているので、今回はね、どういう商品かっていうのは端折らせていただくんだけれども、作られている背景とかそういうのが気になる方はカードを貼っておくので、ちょっとね、見に行ってみてください。でね、この商品もね、とってもこのブルーが映えて可愛いです。この表面はすごくね、ツルツルしている、なんだろうな、あの陶器みたいな仕上がりになっています。耳に直接触れるところは14金でコーティングされているので、金属アレルギーが心配だよっていう方も安心して使いやすいタイプかなって思います。で、このタイプは完全にね、ピアスのタイプですね。ホワイトのブラウスでも何もついていないようなものでも、これをつけているだけで、あの一気にね、おしゃれ度が上がるっていうのがすごくね、おしゃれの時短にもなるし、楽ちんなんじゃないかなって思います。まずこれ一つ目で、もう一つはさっきとはね、打って変わってすごくね、小さいんだけれども、耳にすごくね、フィットして可愛いフープタイプです。これはね、名前はね、ハギーフープスっていうで、こうハグを、耳にハグをするようにくっついてくれているちっちゃめのフープですね。これは本当にお仕事にもいけると思うし、あまりね、大きいのをつけたくないよっていう方たちにはとってもぴったりなんじゃないかなって思うタイプのフープですね。あのフープっていうと、こういう大きいものでプラプラする感じっていうのを思い浮かべると思うんだけれども、最近はね、こういうハグタイプって言って、耳にフィットするような形のフープってたくさん増えてきているので、すごくね、これも可愛いと思います。こうやって髪をかき上げた時にさりげなく見えるのも可愛いし、こうやってアップにしている時でも清楚感っていうきちんと感は保ちつつ、でもちょっとね、耳に可愛いアクセントになるんじゃないかなと思うので、すごいね、おすすめです。これもピアスタイプなんだけれども、パカッとこう中央からパックリ割れるタイプの感じで、すごくね、着脱も簡単ですね。両方可愛いんだけど、やっぱり今日の感じとか、あの全体的に私がするのって大きめなので、私はキノコマーブルブルーの方が好きかな。どちらも可愛いと思います。参考にしてみてください。気になった方はね、下にリンクを貼っておくので、ぜひぜひ見に行ってみてください。そして次はですね、次はね、メイクの部門です。メイクの部門からは2つ紹介しようと思います。まず1つ目はこちらです。ディオールのアディクトステラーグロス、これのね、754マグニファイっていうカラーです。このカラーは本当にいい。あとね、つけますつけてみるとこんな感じのカラーでね、とってもね、色味のバランスがいいんですよ。青みすぎず黄みすぎず、こういうベリーカラーをつけると青みっぽく寄ってしまって似合わないんですっていう人もつけやすいような、バランスの取れたニュートラルなベリーカラーなんだよね。なので私みたいなね、結構イエローベースな顔にも似合うカラーなんだと思います。とってもね、あの口元をね、華やかにしてくれるんだけれども、濃いめのカラーをつけてしまうとなんかこう毛ばく見えるとか、あの老けて見えるっていう悩みを抱えた方っていらっしゃると思うんだけど、それがね、起きにくいと思います。グロスタイプっていうツヤ感があるタイプっていうのも助けてくれてると思うんだけれども、やっぱりこの色のバランスだよね、すごいね、絶妙だと思います。年齢が上がってくると、ある程度やっぱり華やかなリップをつけると顔色のね、血色が上がってすごくね、綺麗に見えるので、これぐらいのカラーとってもね、いいんじゃないかなと思います。これもらったらね、めちゃくちゃ嬉しいと思う。これおすすめです。ディオールのステラーリップグロスのマグニファイ。
おすすめです。そして最後はこちらですね。私の動画ではもう何回も登場していて、もう殿堂入りコスメです。シェルクルール74のファインベース UV 化粧下地日中用美容液、 SPF が48の PA4 プラス入っている化粧下地です。もうね、繰り返しもう何回も聞いてる方もいるかと思うんだけれども、初めての方もいらっしゃると思うので聞いてください。いきます。これは化粧下地なんだけれども、ちゃんとカバー力があるんですよ。こんな感じで手に出してみるとね、私の肌トーンと同じぐらいのカラーなんだけれども、私がね仕事で使ってみたところ、私より肌色が白めの方でも、ちょっとね小麦肌の方でも、これはね不思議なぐらい肌に綺麗に馴染みます。そしてカバー力がめちゃくちゃ高い化粧下地だと思います。私ぐらいのスキントーンとか、もうちょっと濃いめの方でもいけると思うけど、そういう方だったら本当にこれはね単体ファンデーションとしても使えます。でね、私が思ってる中では1、2を争ってメイク崩れしにくいですね。でしかも SPF48 の PA4 プラスでしょ。もうこれしたらもうこれ完璧じゃん。もう本当にね、これ1本でナチュラルメイクはね仕上がるんですよね。本当に優秀な商品だと思います。で久しぶりにこれね、この間の5分間メイクかな、5分メイクチャレンジの時に登場してきたんですよね。でその時もいやこれいいんだよっていう話をしたら、その動画をねシルクルールの方がご覧いただいていて、私にねインスタでメッセージをくれたんですよ。いつもありがとうございます、この度も紹介していただいてって。で私もさ、そんな連絡をいただくと思ってなかったので、いやこちらこそめちゃくちゃお世話になってますみたいな感じの話をしてた時に、ぜひ商品をね送らせてください、そして使ってください、引き続きっていう風におっしゃっていただいたんだけれども、私ねこれ個人的にこれストックがめちゃくちゃあるんですよ。でももしプレゼントとかしていただけるのであれば、視聴者さんにプレゼントしていただけませんかって言ったら喜んでっつってプレゼントを賛同していただけました。それで今回はなんと5名の方にこのシェルクルール74のファインベース UV、 こちらをねプレゼントしていただけることになりました。本当にねありがとうございます、ありがとうございます。応募方法はすごく簡単です。5名様選ばせていただきます。選ばせていただいた方には私から連絡させていただくので、そこから次の手順を説明するね。今回の企画を実現させてくれたシルクルールさん、本当にありがとうございます。はい、いかがだったでしょうか。今日紹介した商品が何かね、皆さんの母の日のプレゼントのアイディアに参考になったら嬉しいなって思います。どの商品を送られてもやっぱりお母さんたちは嬉しいんじゃないかなと思うので、手紙だけでもいいと思うしね。でもなんかやっぱりプレゼントしたいよっていう風に思っている方は、参考になったら嬉しいなって思います。今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。